全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけども、皆さんは魔の1988年という言葉を知っていますか？未の1989年、無の1990年という、この2つは僕が考えたんですけど、今から約34年前のこの1988年の日本というのは、とんでもない記憶に残るような凶悪な事件が多発したということで、魔の1988年というふうに呼ばれるようになったんですけど、なので本日はですね、この年に起きた事件、そしてなぜこんな事件が多発したのかというのをお話ししていきます。早速詳細です。まず1つ目、名古屋アベック殺人事件。はい、こちらまず2月、愛知県で起きた集団強姦強盗殺人事件です。被害者は19歳と20歳のカップルだったんですが、未成年5人、そして成人1人の計6人グループが強盗目的で車を襲撃して男性を殺害、その後女性も拉致して殺害したというものでして、ここから少年法というところで未成年による犯罪がクローズアップされるきっかけになりました。この時の一部マスコミが加害者少年らの実名報道に踏み切ったとして、注目されたんですけど、それまではですね、未成年犯罪の加害者らの権利っていうのをものすごい厳格に扱ってたんですよね。ただこの事件の内容っていうのがとにかく残酷なんですよ。これに少年法が適用されて更生するのかっていうレベルですね。しかし現在服役中の人もいれば、すでに出所してるというメンバーもいます。遺族に正式な謝罪があったのがたった一人というね、やっぱり後味が悪い事件です。とにかくこの昭和63年の少年犯罪、これからまだ出てくるんですけど、非人道的っていうのがすごい多いです。そしてこの事件の報道がまだ連日行われている中ですね、次の事件が同じ名古屋で発生しました。2つ目、名古屋妊婦切り裂き殺人事件。はい、こちら88年の3月に発生した、妊婦を殺害した後お腹を切り裂いて赤ちゃんを取り出したっていうね、とんでもなく残忍な事件です。さらにこちら、捜査員を約4万人投入したんですが、未解決事件として2003年には時効を迎えました。当時地元紙の中日新聞がですね、史上稀に見る猟奇的な凶悪事件と表現したことでも注目されました。でさらにですね、この当時の愛知県というのが強盗ばっかり多発してて、先ほどの事件ももともとは車両襲撃の強盗目的なんですよね。こういった事件を担当する捜査一課の人数が足りなくて、増設に増設を繰り返してたみたいです。そのぐらい当時多かったんですね。でこの事件に関しては犯人像というのも全然分かってなくて、凶器も不明、指紋なし、さらにはこの胎児を取り出したという技術のところで、プロの犯行かとか、それとも医療関係者じゃないかとも疑われました。ただこちら、妊婦を切り裂いてその中に物を入れるというところから、先ほどの事件も含めですね、本当は強盗目的の少年犯罪だったんじゃないのかという説もありました。それだけ非人道的な少年犯罪が目立ってたということですね。現在でも分かっているのは、おそらく単独犯だろうということのみだということです。次です、3つ目、女子高生コンクリート詰め殺人事件。はい、こちら発生したのが11月です。こちらもまたもや少年らグループによる凶悪事件だったんですけども、女子高校生を約40日間監禁、暴行を加えた後遺体をコンクリートに詰めて埋め立て地に遺棄したという事件です。でこの事件はですね、逮捕自体は平成に入ってからなんですけど、昭和最後の凶悪事件とも呼ばれてます。でこちらも当時未成年による犯罪だったんですけど、出所後半分以上が再犯しました。何も更生しなかったということですね。例を挙げると、一人は2018年4年前の8月ですね、埼玉県で通行に男性を襲撃した殺人未遂事件を起こしました。こちら判決は懲役1年6ヶ月保護観察付き執行猶予3年の判決です。軽いですよね。この当時は未成年だったということで、未成年犯罪に分類されるんで、成人超えてから殺人未遂を起こしても執行猶予というのがついたんですね。そしてこの事件発生から発覚までの間に、同時進行するようにこの事件も発生しました。それが旧犬鳴きトンネル事件。はい、実はこの事件も88年なんですね。12月に起きた強盗目的から襲撃して男性を焼殺したという事件です。これも未成年ばかりの犯罪グループでして、主犯は無期懲役の判決を受けて、でこの犯行の動機がただ女を送るためだったというもので、旧犬鳴きトンネルへ連れて行き、行員にガソリンをかけて焼殺したというものです。この時は氏名などは公開されませんでした。服役中なのかどうかも分かっておりません。最後です、東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件。こちらも88年から翌年の1989年、平成の元年にかけて幼女を対象とした一連の連続誘拐殺人事件です。被疑者として逮捕されたのが宮崎努。刑事裁判では一貫して無罪を主張、その後死刑判決を受けて刑は執行されております。対象が4歳から7歳でして、被害者の遺骨を遺族に送りつけるとか、特に異常な行動を犯人が取ったということで、この日本の犯罪史上初めてプロファイリングの導入が検討されたってものですね。で最後の最後までこの宮崎の口から遺族に対する謝罪とか事件に関する反省はなかったということです。はい、ではざっくりと88年の凶悪事件紹介したんですけど、だいぶねこの事件自体の詳細とか生々しい部分っていうのははしょったんですけど、どれも忘れてはいけない凶悪事件ではありますよね。他にもこの時、オウム真理教が宗教法人許可の申請中だったんですけど、その時修行中の男性を死亡させて、発覚すると認可が下りないということで、焼却して遺棄したという事件も発生してます。でこの時ですね、この最後に紹介した宮崎努の事件で一つピックアップされるようになった部分があって、それが報道の過熱だったんですよね。いろんな凶悪事件が起きる中で、実
名報道だったりとか、まあ、その犯人の家族のことだったりとか、報道すればするほど過去最高の売り上げ、そして視聴率を記録してたんで、この事件に関しては余すことなくほとんどのマスメディア局が報道しました。そこで浮き彫りになったのが偏向報道ってもので、まあ、他がねどんどん新しい情報を出すってことで、まあ、自宅からこの時5787本のビデオが発見されたんですけど、実際その中に犯行の殺害映像とかも入ってたんですよ。でも成人向けの作品は40本前後しかなかったと。それをあえて一番上の方に寄せて撮影して報道したりとか、まあ、この宮崎努がホラーマニアだったということで、まあ、オタクは現実と妄想の区別がつかなくなった、オタクっていうのは危険だっていうね偏見を加速させたんですね。でちょっとこの事件の話は終わるんですけど、レイトン・エリオットって方の今翻訳されてる本で大量殺人者の誕生っていうものがあるんですけど、その中に凶暴な文化的英雄というアイデンティティの抜け道は殺人者に称賛や愛情はほとんどもたらさないだろうが、大衆の敬意とマスコミの注目は確実に約束されている。それによって称賛や愛情の欠落は十分に補われるだろう。この特殊な意味において殺人の価値と行動は主流文化と完全な調和を保っているのであるっていう箇所があって、つまりは、まあ、報道される以上国民が知る限り凶悪事件はなくならないよっていうもので、まあ、この88年代はこの報道の加速が連続した凶悪事件の一因にもなったんじゃないかっていう見方なんですね。ただこれってね根本の解決とかではないと思うんですよ。なんでかというと連載の元になった事件がなくならない限り凶悪事件というのはなくなっていかないと思いますし、報道があって抑制できている事件も絶対あるんですよ。まあ、この先も報道というのはなくなることはないと思いますし、ただ最近の過激な報道というのは控えるべきと僕は思いますけどね。被害者の名前だけ公開するとか、これ一体何がしたいのかと思いますし、ただやっぱね一つ一つ改善して、まあ、減少への歩みっていうのは止めるべきじゃないのかなと思いますね。もうなくすのは無理だから諦めた方がいいよみたいなね、ぜひ皆さんの考えもお聞かせください。急なんですけど、学生の頃暴走族というか結構悪い先輩から電話かかってきて、先輩のケツ持ちを頼まれたからお前の原付を貸してくれって言われたんですよ。いやダサすぎるやろ、三輪車で初めてのお使いでもしとけよ無職がって言えるわけもなかったんですけど、でこの暴走行為のケツ持ちって言って、なんかちょっと走ってる人たちの後ろで原付に乗って蛇行運転して警察をブロックするみたいな役割があるらしいんですよ。ただこれを無理ですって断るとめんどくさそうだったんで、今僕の原付割れててそこに風が入ってきて20キロぐらいしかスピード出ないんでやめた方がいいですよって、ネットで拾ったぶっ壊れた原付の写真送ったら、バカすぎて、ああこれひどいな、じゃあ大丈夫やわつってセーフでした。学歴って大事。全国の特命さんこんばんは、深夜の放送部こと、タカです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、先日こんなリクエストいただきました。タカさんこんばんは。こんばんは。最近東京リベンジャーズの真似をした若者が逮捕されてました。月下美装とかいう漢方薬みたいな名前で走っていたそうです。今時珍しいなと思ったので取り上げてください、お願いします、ということなんですけど、月下美装ってすごいですね。なんか鼻詰まってそうですよね。確かに言われてみると暴走族って全然見なくなりましたよね。なんか昔は見なくても音は聞こえてきてたんですけど、最近はなんかめっぽく聞かない気しますよね。なので今日はですね、このリクエストも踏まえて暴走族の歴史であったりとか、じゃあなんで消えてくれたのかというところについてお話していきたいと思います。しかも最近ですね、これニュース速でも取り上げたんですけど、池袋の高層ビルサンシャイン60の飲食店で団体客1組100人が殴り合い始めるという事件ありましたよね。でその時これがチャイニーズドラゴンと呼ばれてる準暴力団、いわゆる半グレ集団で、これが今すごい活発らしいんですけど、これ何してたかっていうと、中国人とか経営する店のみかじめの徴収料とか、特殊詐欺、偽装結婚、覚醒剤の売買とか、そういった極悪なことを主な活動としているんですけど、これがですね調べてみると、もともとは1988年に結成された暴走族だったそうなんですよ。でこの暴走族自体がメンバーが刃物を常備していたことから、他のグループからは刃物軍団とか呼ばれるぐらい立ちが悪かったと言われてます。で暴走族って言えば福岡も多いんですけど、僕が前ちょっと住んでた仏に見捨てられた土地こと福岡県の筑豊地区でも、なんか毎年飯塚暴走っつって全盛期は100台近くが大通りを走っていたんですよ。ただ僕が高校 2,3 年くらいの時にはほぼ見なくなりました。リアルな網を張った一斉検挙があったんですよね。これでめちゃくちゃ逮捕者出たっていうのもあると思います。じゃあまずは実際の数字から暴走族がどれぐらい減ったのかと言いますと、まず暴走族が一番多かった全盛期っていうのが1982年でして、この時の構成員数が全国で4万2000人ぐらいいたと言われています。またグループの数が一番多かったのは2002年でして、この時約1300以上のグループがいたと言われています。対して現在ですね、最新のデータが2019年でして、全国の構成員数が6073人、グループ数は150グループになってます。全盛期と比べると人数とグループっていうのが大体9割ぐらい減ってるんですよね。やっぱり気のせいではなくて本当に暴走族が減っています。また昔はほとんどが未成年だったわけなんですけど、この2019年のデータでは構成員のうち19歳以下っていうのは全体の 46%、 少子高齢化社会に伴って暴走族の高齢化っていうのも目立ってきてるということです。まあ昔もいたと思うんですけど、大人になっても暴走したいって感じます？28歳特攻隊長ですって言えます？でまあちょっと余談になるんですけど、この暴走族のそもそものルーツっていうのがあって、これが意外と面白くて、もともとがですね1970年代にちらほら出てきた雷族っていうのがルーツとされていて、その頃は暴力団の傘下の組織とか何かの犯罪組織みたいなものじゃなくて、主にバイクの速さとか性能とか
どれだけの爆音が出るかみたいなのを自慢し合う集団だったと言われてるんですね。まあ、今で言う旧社会とかのルール守らないバージョンみたいな感じなんですけど、でこれがちょっと迷惑だよねっていう風に社会問題になってて、例えば当時マッハ乗りっつって地面と水平になってスーパーマンみたいな姿勢で最高速度で走るみたいなめちゃくちゃ危ねえ運転方法流行ったんですよ。これが果たしてかっこいいのかっていうのはちょっと一旦置いておきまして、これに加えて当時アメリカでイージーライダーっていう映画が大ヒットしたんですよ。これ一言で言うと若者の社会に対する反発を描いた映画だったんですけど、この影響っていうのが日本にもやってきて、徐々にそのバイクを改造したりとか危険運転するっていうのが、もう若者の中では反社会を象徴するシンボルみたいになってたんですね。その影響もあってこの雷族っていうのは暴走族っていう風に形を変えてって、違法行為っていうのもどんどん過激になっていったと言われています。さらにその暴走族にもそれぞれグループの個性みたいなのが出始めて、マフラーを切って爆音で低速蛇行運転したりとか、グループの間で縄張り争いで抗争を起こしたりとか、これが共同危険型暴走族って呼ばれてて、それと峠とか高速道路で競争とかドリフト行為をしたりするいわゆる走り屋みたいな違法競争型暴走族と大きく分けて2種類の特徴に分かれていきました。だからまあ僕たちが想像する暴走族ってのは前者の方が多いんですよね。まあ、さらにこれに憧れた若者っていうのが増えて、構成因数とか過激な犯罪っていうのがどんどん増えていきました。ちょっと一度は聞いたことあるものいくつか紹介するんですけど、1つ目、ブラックエンペラー。はい、これ名前だけ言ったら一番有名じゃないですかね。これ今の人でも知ってる方多いと思うんですけど、このブラックエンペラーっていうのが1960年代末から1992年まで東京を中心に活動していた暴走族です。この後に結成された関東連合の土台を作った中心のチームだと言われてて、前世紀の70年代っていうのが構成員数は2000人を超えていたと言われています。メディアの露出も多くて、俳優の宇梶さんがね一時期総長を務めたっていうのが有名な話ですよね。で90年代になると関東連合のトップによって22代永福町ブラックエンペラーっていうのが復活したんですけど、この頃から基本的な喧嘩スタイルが素手から金属バットとかナイフとか、さらには拳銃とかも使うようになっていたと言われています。おっかないですね。2つ目、スペクター。はい、こちらはですね1970年代から東京の西側を拠点としていた暴走族なんですけど、こちらもかなり大型で、前世紀には構成員と所有しているバイクは1000は優に超えていたと言われています。一時は日本一の暴走族と言われていたそうですね。で特に有名なのが3代目総長の鏡慶三という方で、この人は30歳ぐらいまでサラリーマンをしながら総長を務めたと言われています。ただ後にですね湘南七里ヶ浜事件というね暴走族600人による大規模な抗争の主犯格として倒されています。次3つ目、極悪。はい、こちらもブラックエンペラーとかスペクターと同じ時期に活動していた暴走族でして、特に武闘派の暴走族だったと言われています。ただこのチームはですね暴走族の歴史を変えたとも言われていて、結成される以前まではみんなでとりあえず楽しく走ろうぜというノリが中心だったんですけど、とにかく喧嘩っていうのに重きを置いてたんですね。まあそれまでの暴走族っていうのはリーゼントに横文字のチーム名っていうのが中心だったんですけど、この極悪の影響でジャークとかね漢字のチーム名、そして特攻服を着るっていうのが一般的になったと言われています。はい、とまあ全国的に有名だったチームいくつか紹介したんですけど、ただ2000人もメンバーがいるチームとか今じゃ考えられないですよね。じゃあ今日の本題なんですけど、そんな暴走族がなぜここまで減ったのかというところですね。まあ理由はいくつかあるんですけど、まず一番大きな理由というのは警察の取り締まりのおかげですよね。1978年に道路交通法が改正されて、共同危険行為等禁止規則っていうのが設けられて、バイク2台以上が横並びに走る形の迷惑運転をしたら2年以下の懲役または50万円以下の罰金プラス免許の取り消しっていうね結構厳しい罰則が課せられるようになったんですね。でこの法律がようやく作られたから警察が暴走族の一斉検挙に乗り出すようになっていきました。なので暴走族として活動するリスクがすごい大きくなりすぎたんですよ。ぶっちゃけかなりこれで半分以下になったと言われています。ただ昨今ここ数年でものすごいまた数も減ったと言われてるんですけど、それは少子化っていうのももちろんあると思うんですけど、若者そのものの性質が変わってきてるんじゃないかっていうのもあるんですよ。まあ、昔の暴走族っていうのはそれぞれチームに掟っていうのがあって、それを破ると仲間内からの焼きを食らう、まあ、集団リンチみたいなことに遭うことも珍しくなかったんですけど、今の若者って掟とか規律とかそんなもんバカバカしいと思う傾向にあって、そういったところに重きを置く組織に属すること自体が嫌っていう人がかなり多いんですね。あの路上の伝説でおなじみ、皆様ごきげんよう朝倉リトルグレイですもですね、やっぱりこういうルールがめんどくさいって断っていたと言ってましたよね。それに加えてネットの影響もかなり大きいと言われています。個人的にはこれはあるよなと思うんですけど、そもそもなんで暴走族入ろうかなってなるのってかっこいいっていうのが一番なんですよね。なので昔暴走族とかめちゃくちゃダサいよねとか誰か言おうもんなら、後日俺たちのこと言ってんのとボコボコにされる可能性とか全然あったわけですよ。今もうネットがあってしかも匿名なんで、暴走族マジうるせえわって全然言えるじゃないですか、その不満とかを。するとネットではみんなもともと本音でそう感じてたんで、暴走族イコールダサいうるさいみたいな本音が一気にマジョリティの意見になったんですね。でもちょっと思ったんですよ、じゃあこのネットとかね法律の普及で暴走族の数はものすごい減ったと思うんですけど、じゃあ昔だったらそのまま暴走族になっていたような不良少年の層の子たちって今だとどんな飛行に走ってるのかというところですよね。一つちょっとこの可能性もあるなというか、数字から予測できるっていうことがあって、それが昔よりもいじめっ子が増えたということです。まあ、これに関しては別で一本動画にしようと思ってるんですけど、去年2021年ですね、小中高生のいじめの認知件数っていうのが過去最多の記録になったんですよ。全国で61万件以上もあったんですね。しかもやばいのが前年度からおよそ2割10万件近くが1年で増えてるんですよ。これ恐ろしい件数ですよ。特に顕著
ちに増えてるのがネットのいじめでして、これも去年初めて2万件を超えました。それに伴って不登校の児童数ってのも年々増加してて、9年連続で今過去最多を更新し続けてるんですよね。これ考えてほしいんですけど、暴走族が少子化が原因で減ってるんだったら子供の数が減るってことなんで、いじめも減ってないとおかしいじゃないですか。でもいじめの件数が増えてるっておかしくないですか。あと同時に増えてる少年犯罪でいくと、この前も動画にしたんですけど、大麻ですね。これも少年の検挙数っていうのは急増してて、去年は過去最高の994人の未成年っていうのが大麻で検挙されました。でここまでで僕が思うことなんですけど、暴走族ってのは確かに減ったけど、代わりに陰湿な非行が増えたなって思うんですよ。昔はそういった不満とかストレスっていうのを表立って明らかな悪さっていうのをしてたんですけど、まあ、そういったはけ口がいじめとして形が変わってる可能性は全然あると思いますね。今は目に見えなくなってきてるというか、どんどんその悪さの部分が発見されにくいものになってるんじゃないかなと思うんですよ。なので少年犯罪の件数自体は昔より減ってきてるとは言われてるんですけど、犯罪にはギリ至ってないとか、ただ見つかっていないってだけで、そういった潜在数を含めると本当はもっとたくさんいるんじゃないかなって正直思っちゃうんですよね。だからといってもちろんこれは暴走族がいいよっていう話ではないんですけど、でも昔はそういった不良少年とか不良少女っていうのはそれっぽい見た目をしてて、悪さをするってなっても今よりも顕著だったから対策とかがしやすかったと思うんですよ。そう考えると、そういったものがネットを武器に使うと、そうなると見た目だけじゃどんなことやってるのかって親でも分からなくなってくるんじゃないかなと思うんですよね。学生から20代、さらには暴走族とかが全盛期だった世代の方もいると思うんで、昔と今の学生とか若者を比べるとどうなのかっていうのをちょっとコメント欄で意見書いていただければなと思います。はい、とまあちょっと最後話それちゃったんでこの辺で終わろうと思うんですけど、今日はそういった暴走族がなぜ消えたのかというところをお話しさせていただきました。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。急ですが、皆さんが嘘をついた最年少は何歳ですか？すいません、急に森田さん出ましたけど、ちょっとコメントに書いてほしいんですけど、ちなみに僕は残ってる記憶では小学校3年生なんですよ。体操服を忘れて、これ怒られるぞと思って、担任の先生にちょっと体調が悪いから欠席したいって嘘をついたんですね。で、その後の時間割が道徳挟んで体育だったんですけど、その道徳の授業の内容が、嘘はなぜついちゃいけないのかっていう授業だったんですよ。クラスのみんながおのおの手を挙げて、嘘をついちゃいけない理由を発表したりするんですね。泥棒の始まりだからですとか、でふと思って、もしこれで母親が体操服忘れてるよっつって教室に持ってきたら、俺死ぬなってなって、あと残りの3年間泥棒って呼ばれるってこう本気で焦って、何を思ったのか急に手を挙げて、先生がじゃあ次沢村くんって言った瞬間、これはっきり覚えてるんですけど、泣きながらですよ。先生、僕はさっき先生に嘘をつきました。体操服忘れて怒られるのが怖くて体調が悪いと言ってしまいました。でも嘘をついちゃいけない理由が分かりました。自分が苦しいからですって言ったんですよ。ほんなら先生も泣き始めて、沢村くん許すって言ってくれて、クラスからは拍手が起こって、嘘ついてバレたらやばいと思って白状しただけなんですけど、一時沢村くんは正直者っていうレッテルが貼られましたね。非常に生きづらかったです。全体的に恥ずかしくて未だに覚えてますよね。全国の特別さん、こんばんは。シアラ放送部タクです。よろしくお願いします。ちょっと長くなりましたけども、あの時脳内でアルマゲドンの音楽流れてましたね。いや、翔さんでわからんやろ、コメント先読み戦利眼。で、今回は以前ですね、加害者の元少年 A が神戸連続児童殺傷事件について綴った手記、これ舌下というものについての動画を出したんですけど、その時はやっぱ少年法は見直すべきなどのコメントが多かったですね。で、今回はその他にも世界で起きてしまった少年犯罪というのを紹介していきたいと思います。最年少と言われてる事件がちょっと意外すぎたんで、ご覧ください。早速ですね、1つ目、カミソリで顔を切り刻み殺害。タイトル半端ないですけど、1977年、これ日本です。岩手県のとある農家にて、生後2ヶ月の女の子の赤ちゃんが顔をズタズタに切り裂かれて死亡するという事件が起きました。犯人はなんとですね、赤ちゃんの姉でした。これ衝撃の年齢なんですけど、2歳の少女です。これ2歳児を犯人っていうのもちょっと違和感あるんですけど、原因を聞こうにも供述なんか取れるわけもないんで、考えられてる原因を言うと、この子は普段からお母さんを真似して化粧遊びをするということがあったらしいんですけど、その延長でやってしまったんじゃないかと言われてるんですよ。ただ教育の専門家によると、泣き叫んでいたであろう赤ちゃんに何度もカミソリを当てる精神状態は2歳とはいえ普通ではなく、心に何か深い要因があったのではないかと推測しています。ちょっとオーメンみたいな展開になってるんですけど、僕的には塗り絵の感覚でやったのかなと思うんですけど、どっちにしてもちっちゃい子のいるところに危険なものを置いてはいけないということですね。次です。2つ目、ジェームス・バルガー事件。はい、次は1993年イギリスで起きた事件です。当時10歳だった少年2人が2歳の男の子を誘拐するという事件が起きました。これ普通に遊びに連れて行ったんじゃないかって思うじゃないですか。なんとその後、この2歳の男の子を殺害しております。まずこの少年らと母はショッピングセンターに来ていて、そこに別で来ていた男の子の手を引っ張って4キロ離れたところまで連れて行きます。そして口に乾電池を詰め込み、顔には青いペンキを塗り、10キロほどの鉄の棒で何度も殴ります。そしてさらに事故死を装うために、瀕死状態の被害者を線路上に放置しました。これ10歳も相当若いんですけど、殺害を意図していたことが明白なんですね。これ恐ろしいですよね。で、世間やマスコミはこの2人の終身刑を求めたんですが、結局2人は18歳になった時点で釈放されました。まあ、これ原因が絶対あるわけじゃないですか。10歳で人を殺そうぜって絶対ならないんですよ。で、後々調査していくと、2人はどちらも家庭環境がとにかく悪かったみたいですね。1人は両
両親ともに重度のアルコール依存症、家庭内暴力も頻発、もう一人も母がうつ病であり家庭ではよく放置されていたこともあって、学校では壁に何度も頭を打ちつける癖っていうのがあったみたいです。やっぱ一概には言えないけど、家庭環境が子供に与える影響って相当でかいんですね。親離れしたりとか自分で判断できる子にはすぐなるんでしょうけど、善悪の区別が分からなくなるんですよね。次です、3つ目、史上最年少で終身刑。はい、こちらは2001年に起きた事件です。当時12歳だったライオネル・テイトにより6歳の少女が殺害されるという事件が発生しました。被害者の少女はライオネルの母がベビーシッターとして預かっていたんですけど、この子の証言によると、プロレス技を練習していたら動かなくなったっていう風に言ったんですけど、検視の結果頭蓋骨や肋骨の骨折、脳や内臓の破損も見られたそうで、この怪我の度合いを例えると3階建ての建物から落ちた場合に相当していると。なので倒れてるところを思いっきり踏みつけるなどしないとこの程度の損傷は不可能という結果が出たんですね。つまりはプロレスの練習ではこうはならないと、12歳にして嘘をついたっていう可能性があるんですね。で、裁判の結果ですね、この事件の悪質性というのが認められて、ライオネル・テイトはアメリカにて史上最年少で終身刑が言い渡されました。これ反対の声もあったんですけどね、責任はこの子だけじゃなくて両親にもあるのではないかとちょっと感じますね。次です、4つ目、乙女の祈り。お次は1954年ニュージーランドでポリーンとジュエリットの2人がポリーンの実の母親を瓦礫で45回殴り殺害したっていう事件です。この事件というのが、この2人の学生の異常な依存関係が原因だと言われています。これちょっとざっくり話すんですけど、2人は事件の1年ほど前に出会って、趣味だった小説を書くことで意気投合、一緒に一つの作品を作ることになります。で、この2人が作った作品っていうのが王女と傭兵が恋をするっていうもので、次第に2人はこの妄想の世界に入り込んで、それぞれが役になりきるようになります。そして物語と同じように2人の少女は肉体関係を持つようになります。このことを知った2人の両親は自分の子供が頭おかしくなってるということで、この2人を引き離すために、特にこのジュエリットの父親が大学の学長だったんですね。なのでこんなこと世間に知られたらまずいということで、南アフリカに移住させるという計画を立てます。で、この引き離し作戦を知った少女らが、その元凶がポリーンの母親だと勘違いして、この殺害に至ったというわけなんですね。まあ、この一連が映画化されてます。で、この少女の一人は数年で釈放されて、後に推理小説家になって300万部を超えるベストセラーを叩き出しました。アンベリー殺害事件で出てきます。次です、5つ目、連続殺人事件の最年少。今紹介した事件も、まだ若い年齢で信じられない犯罪を犯してるんですけど、もっと凶悪な少年殺人鬼もいます。それがインドの極貧の家庭に生まれたアマルジード・サダという少年です。彼は8歳にして連続殺人鬼というふうに言われてしまいます。この子が初めて�犯罪を犯したのが、彼が7歳になる2006年、当時6歳だったいとこの少女と生後8ヶ月の自分の妹を殺害します。当時ね、7歳という若い年齢であったことから、なぜか周りにいた村人たちは家庭内の事情だろうと黙認していたんですね。しかしアルマジードの犯行は終わりません。その翌年の2007年、今度は隣人の娘である生後6ヶ月の少女を誘拐、石などで強く殴り殺害した後土に埋めます。で、この事件が発覚したのは、殺害された少女の母親が娘がいなくなったってことを村人たちに相談したんですね。そしてやっぱり知ってたんですよ。これはアマルジードの犯行だと思った村人たちが彼を問い詰めて犯人が発覚します。警察の取り調べで殺害の動機を聞かれた時には、ただ笑うだけで質問には答えなかったそうです。完全にリアル版チャッキーですね。これ事件が起きた段階で止めなかった治安っていうのも、これだいぶやばいですけどね。はい、というわけで事件は以上なんですが、ではなぜこの少年少女たちが殺人鬼になってしまったのか。やっぱり家庭環境とか生い立ちっていうのも考えられるんですけど、この外的要因からこの残虐性を持つには、生誕から月日が少なすぎる気もするんですよね。だってこの時の記憶なんか僕ほとんどないんですよね。となると、若すぎる殺人には何らかの先天性に持ってしまった特性と考える方が自然なのかもしれないですね。まあ、これ補足なんですけど、サイコパスっていう言葉、このコメント欄でも教えてもらったんですけど、先天性はサイコパス、そして後天性がソシオパスと呼ぶそうですね。なのでまさにこれはサイコパスだったのかなと思いますね。他人の表情を見て共感することができないということですね。まあ、これも症状の一種で、脳の神経異常と心拍数の低さが関係しているというふうに言われています。あとは2つ目の特徴として、報酬システムが活発というのがあります。まあ、これ人が持っている要求が満たされた時に、それを快楽だと認識する神経系なんですけど、このサイコパスの特徴を持つ人は、ここの神経系の活発が異常みたいなんですね。頭ではダメだと理解していても非常な行動を繰り返してしまう。なんか今こいつをここでぶん殴ったらどうなんのかなと思って、それが我慢できないってことですね。まあ、こうやって考えると、サイコパスの特性を持っていた人もある意味では被害者なのかもしれません。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日は少年犯罪とその性質についてまとめてみました。で、この2020年には少年法を改正して適用年齢を引き下げようかという話も上がりましたけどね、まあ、それだけでは解決しないこともあるんじゃないかなと調べていて感じましたね。まあ、ただ家庭環境からの凶悪な犯罪というのは防ぐことはできることだと思うんで、なくなっていけばと思いますね。はい、というわけで今日は以上です。動画の感想をお願いします。おやすみなさい。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですが、シリアスな回でございます。先日リスニーさんからこんな DM でした。タカさん、こんばんは。こんばんは。最近法律が変わって死刑にできる年齢が引き下げられたと知りました。法律が変わってから死刑になった人はいるのでしょうか。調べてみてください、ということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。僕のチャンネルをくまなく見てくださってる方はご存知だと思うんですけど、特に平成の頃からこれまでチャンネルで紹介してきたような神戸児童連続殺傷事件とか、光死母子殺害事件のような社会に強い
強い衝撃を与える少年事件が相次いで発生して、メディアでも大々的に報じられているということで、近年少年事件とかのね、厳罰化を求める声というのがますます大きくなっています。こうした背景から2022年の4月1日民法で成人の年齢というのは18歳に引き下げられたことに伴って、同日に少年法というのも改正されました。まあ、ここは過去動画でもね一度解説してるんで、今日はざっくりと説明するんですけど、この変更の主なポイントとしては、一つが特定少年という概念の導入ですね。今回の改正にあたって、少年の年齢というのを20歳未満から18歳未満に引き下げるかどうかっていうのが一つの論点になりまして、これはこれまで通り20歳未満の少年が犯罪を犯した場合は家庭裁判所による保護処分として強制教育というのを施すことになったんですけど、その代わり18歳と19歳の少年に関しては特定少年として、それより年少の少年とは異なる取り扱いをすることになりました。つまり特定少年であれば、より成人に近いような取り扱い、要はこれまでより重い罪を科すことができるようになったということで、以前であれば保護処分になっていたケースも検察官へ送致して刑事裁判を受けさせることができるようになったんですね。これを逆送と言ったりもします。高齢者運転じゃないですよ。この逆送される事件についても対象というのを拡大してて、これまで少年犯罪で逆送されていたケースというのは死刑懲役または禁錮に当たる罪の事件、材質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた16歳以上の少年だったんですけど、今回の少年法改正により、材質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた、死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪を犯したとき、これに当てはまる場合はですね、逆送の対象として刑事裁判にかけることができるようになりました。あとはですね、特定少年の場合、起訴された時点で実名や顔写真などをメディアで報道することができるようになった。さらには逆送され刑罰が科される場合、刑期の上限を廃止するみたいなね、細かい改正点もいくつかありました。実はちょうどこれタイムリーな話で、最近出た判決で特定少年と呼ばれる男が死刑になった事件ありました。こちらタイトルにもなってます。甲府市殺人放火事件というものです。この事件の概要としては、発生は2021年10月の12日未明、当時19歳だった少年遠藤裕樹が女性から交際を断られたことを理由に逆上して一家全員を殺害しようと、女性の住む山梨県甲府市内にある住宅に侵入、50代の両親を殺害した後住宅を放火して全焼させたという事件です。この事件当時メディアでも大々的に取り上げられて、皆さんの記憶にもねまだ新しいと思うんですけど、この事件の経緯ちょっとより詳しく調べてきたんですけど、実はこの犯人の遠藤が思い寄せていた女性というのが、普段は甲府市内にある定時制高校の先輩そして後輩の関係だったんですね。当時遠藤は学校の生徒会長をしていて、後輩で当時17歳だった女性が生徒会の役員をしていました。そんな中遠藤は女性に対して一方的に好意を寄せていました。詳しくはいつかというのは報道されてなかったんですけど、交際を申し出て断られていたという経緯があったことが分かっています。事件後に彼女の友人に行った取材で、女性は友人にティファニーなどのブランド品を勝手に家に送りつけてきて、 LINE をブロックしても執着してくる人がいて困ってるとか、まあ、そういった相談をしていたことが分かっていて、おそらくこれが犯人じゃないかと考えられています。遠藤は当時ちょうど母親から高校卒業後の進路を勝手に決められたということで、これに不満を抱えていたと。そこでさらに女性から拒絶され LINE をブロックされたことが重なって、それが犯行動機となって、遠藤は次第に一家の殺害計画を企てました。そして事件当日の未明、遠藤は窓ガラスを割り女性の自宅に侵入、そのまま1階で寝ていた彼女の両親を斧や果物ナイフで殺害しました。この音を聞きつけ2階から降りてきた女性の妹、その後頭部を斧で殴り全治1週間の怪我を負わせた後、証拠隠滅のために住宅に火をつけました。そして襲撃後、妹は2階に残っていた女性にですね、何者かに襲われたということを伝え、2人でベランダから脱出して警察に泥棒に入られたと110番通報してコンビニに助けを求めたんですね。この時はまだ強盗だと思っていました。通報を受けた警察は現場に駆けつけるんですけど、この時実は遠藤一度発見されてるんですよ。この職質を振り切って逃走してるんですね。ただ事件からおよそ9時間後、遠藤は人を殺したと涙を流しながら出頭しました。最初はですね、女性の妹を殴って怪我を負わせた疑いで逮捕されて、ただその後殺人未遂に切り替えられて、結果女性の両親の殺害および放火も含め計4つの容疑で家庭裁判所に送致されました。でその後ですね、少年法の改正がされて、直後の2022年4月8日遠藤は特定少年と位置づけることができて、逆送致が決定、全国的に実名が一斉に報道されました。ちなみにやはりこのスピードだったんで、検察が特定少年の実名を公表したっていうのは日本史上初めての事例になりました。実はこれまで公判っていうのは20回以上開かれてるんですよ。今年の1月の18日女性を傷つけたいという身勝手な理由で無関係な女性の家族を犠牲にした、極めて自己中心的理不尽というほかない、女性の家族を私的な欲望実現のための道具のように利用した、材質は非常に悪質、そして被告が19歳だったことを最大限考慮しても死刑を回避する事情にはならず、更生の可能性が低いと、甲府地裁は遠藤に対する死刑を言い渡しました。ただ一方、遠藤の弁護士これを不服として2月1日付で控訴しました。ただ翌日ですね、遠藤本人が控訴を取り下げて遠藤裕樹の死刑が確定しました。これ調べたら2019
2010年に石巻三人殺傷事件っていうね、この事件を引き起こした当時18歳の少年の死刑、これが確定したんですけど、それ以来のことみたいですね。はい、とここまで特定少年に死刑判決が下された甲府市殺人放火事件というものを紹介したんですけど、まあ、少年法の改正がちょうど実施されたタイミングだったっていうのもあって、それ相応の刑罰が下ったということなんですけど、これがもし改正されてなかったら普通に保護観察処分になってた可能性があるって考えるとちょっとゾッとしますね。では他にも改正以降にですね、特定少年になって重大な犯罪で起訴された事件いくつか紹介します。まず一つが2022年4月末に逮捕された少年2人が強盗致死の罪に問われた事件です。これもさっきと同じで、発生したのは少年法が改正される直前の2022年3月です。事件当時18歳だった岩川春と19歳だった阿世知雅と知人の男女計4人と共謀して、当時20歳の男子専門学生に対し催涙スプレーとか警棒などを使って暴行、その上ナイフで背中を刺して死亡させました。そして現金13万円が入ったバッグを奪い去りました。調べではこの襲われた専門学生も薬物の売人をしていたんですね。炭鉱に入れた4人は金銭を奪う目的で取引を装い一斉に襲いかかろうと事前に計画していました。犯人の1人が専門学生が刺されて力尽きる様子を動画で撮影してたんですよね。こちら強盗致死事件なんで死刑か無期懲役、これでおかしくないんですけど、10月に行われた裁判では事件当時18歳だった岩川、グループ内で従属的、まあ、従う立場にあったこと、幼少期母親から日常的に暴力を受けていたこと、こういったことが考慮されて懲役9年以上15年以下の不定期刑が言わされました。ただこちらの犯行グループ、少年らは実名が報道されています。あともう一つ大きな事件でいくと、去年の5月に発生した当時19歳の少年2名18歳の少年1人が東京銀座の高級腕時計店に仮面姿で刃物を持って押し入って腕時計など74点販売価格およそ3億8000万円相当を奪った事件ですね。これも実名公表されて、実行役の当時18歳の少年には強盗などの罪で懲役4年6ヶ月の実刑判決が出ました。この特定少年への刑の厳罰化と実名の報道が始まったっていうのはすごい最近の話ではあるんですけど、ただ実はですね、この少年法が改正される前にも少年に死刑判決が言い渡された事件あったんですよ。これはチャンネルではね 3,4 年前ぐらいに一度紹介したんですけど、それがかなり昔1965年7月に発生した少年ライフルマ事件ですね。当時18歳の少年が警官を誘い出して拳銃を奪う目的で110番通報、そこに駆けつけた警察官1名をライフルで銃殺、その他警察官など約18名を負傷させた事件なんですけど、この事件ではざっと挙げただけでも殺人未遂、強盗、拉致監禁が重なって、しかも拳銃を奪うためという動機で少年には死刑判決が言わされました。これは気になる方はですね、過去動画概要欄に載せておきます。はい、とここまで主にですね、近年特定少年と言われる年齢の少年少女たちが引き起こした事件紹介したんですけど、このチャンネルでもたびたび紹介しているように、近年特に闇バイトしかり薬物しかり、少年が起こした事件というのがニュースで取り沙汰されることが増えました。トー横キッズなんかね、すごく悪い例だと思うんですけど、実際データで見た時に少子化ってこともあって近年少年犯罪の総数自体は減少傾向にあるんですよ。ただ8歳から13歳の年齢層で見ると、年齢が低くなれば低くなるほど件数が増えているということが分かっています。特に8歳以下の非行少年に関しては平成24年には800人前後だったんですけど、令和3年に1000人を超えました。8歳以下って、僕が8歳だった時アバレンジャーのオープニング熱唱するぐらいの迷惑行為しかしてなかった記憶なんですけど、じゃあなぜこの幼い年齢による非行が増えてるのかというとこ、そもそもこの非行少年たちが非行に走る原因みたいなところについて改めて調べたんですけど、一つは内面的な理由です。それが自己肯定感の低さが関係してるんじゃないかということで、例えば周りよりも勉強ができないとか、まあ、優等生になれないとか、あとは大人に褒められるような子供と自分を比較してしまうと、すると周りの大人は自分のことを何も分かってくれてないという、そういった心理状態に陥ると。そうなると逆に周りにはできないような、例えば悪いことに手を染めたりとか、周りよりも派手な格好をしてみたりとか、自分の存在を周りに示そうとするんですね。そうすると必然的に周りからはちょっと浮いた存在になるんですけど、そこで自分と似た仲間を集めて非行に走ってしまうケースが多いと言われています。特に最近だと SNS の発達ってのもすごい関係してると思います。以前よりも非行グループと繋がりやすくなりましたよね。まあ、非行グループに入ってしまう少年っていうのはそもそも何かに影響されやすい傾向があると、グループに属するとその場からも排除されないようにしないといけないっていうね、そう思い込む傾向があるんですよね。なのでどうしたらここのグループ内で自分の力を誇示できるか、まあ、それが非行しかないと、そういった状態に陥るんですね。じゃあこの自己肯定感がなぜ低くなるのかというところなんですけど、 SNS でね周りと比べてしまうというのもあるんですけど、例えば家庭環境、経済的な困窮とか、近年だと特にネグレクトも問題になってます。子供っていうのは自分の親の行動っていうのを客観的に見ることはできなくて、まあ、親からの愛情が足りないと、これは自分が悪いと、そういうふうに思い込んでしまうことがあるんですね。これは学校も同じで、学校ですごい優等生な子がいて逆に先生からよく注意される子もいると思うんですよ。その中間のね、先生から注目を浴びるタイミングが少ない生徒こそ実は注意する必要があるんじゃないかなと僕は思いますね。逆に例えば毒親みたいな、親が必要以上に子供に干渉するパターンも非行の原因になる場合があります。これもね、自己肯定感の話につながるんじゃないかなと思うんですけど、何かしよう
ようかなってした時にあれこれ言われる。あ、そうすると自分は信頼されてないんだなと、自分は何もできないと、そう感じてしまうケースもあります。やはり本人が理由も分からず腑に落ちてない状態で親とか周りから感情とか行動をコントロールされると、逆に親が見てないところとか誰も見てないところでその欲求が爆発するんですね。何よりも問題なのはこういった子育ての方向性とか、これをどうしたらいいのかみたいな、そういった知識とかスキルを親同士が相談し合える場みたいなのがどんどん減ってってるんじゃないかなと思うんですよね。昔だと全体的に今より近所付き合いが濃くて、親同士が協力して子供たちを育てて監視し合うみたいなとこあったと思うんですけど、こういった個人情報の観念から地域のコミュニティっていうのも近年はどんどん薄れつつありますよね。それはいいこともあるんですけど、やっぱ悪い方に働くこともあって、やはり SNS のコミュニティっていうのは直接自分の環境に影響しないことが多かったりするんで、やはりその一番身近なコミュニティ、そして親以外の大人と触れ合うコミュニティ、そういった経験から学べる人の関わり方とか社会性を身につける場っていうのが減ってってるんじゃないかなと思うんですね。まあそういったものが減っていくから、親自身もコミュニティが狭くなってって、ネグレクトとかね、育児放棄とかなっちゃうんじゃないかなと思いますね。どうやったら親が子育ての相談がしやすい環境を作れるかとか、すごい難しいテーマではありますよね。まあ、もしご意見がある方いればコメントまでお願いします。まあただやっぱ個人的になんですけど、綺麗事かもしれないですけど、愛情があるかどうかっていうのはすごい大事だと思いますけどね。あとは早い段階で学校の義務教育とかにこういった授業を入れてみるとかね、そういったのもありなのかなと思いますね。ぜひ皆さんのご意見もお待ちしております。というわけで今日は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。カマハン、オニハン、ケツアゲトンボ、チャリに乗って、ハイになって。お前これダサすぎやろ。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタッカーです。よろしくお願いします。これ僕が学生時代に知った自転車の改造用語なんですけど、これ知ってる方います？福岡ということもあってチャリ改造してる人めちゃくちゃいたんですよ。これ知り合いの知り合いの知り合いの顔見知りの知り合いのお兄ちゃんの自転車なんですけど、三段シートにしてましたね。グリップにつけてエンジン用になるやつありましたよね。あれ何？当時はかっこいいなとか思ってたんですけど。さーて、そんな今日来てたリクエストは？タッカーさん、こんにちは、こんにちは。私は毎日通勤で車を運転してるのですが、チャリカスがとにかく危ないです。最近はレンタル自転車とかも増えてきてるし、自転車に乗ってる人はどこでも走っていいように思ってる人が多いように感じます。自転車って交通ルールとか習う義務がなくて免許もいらないんで、クソみたいな運転してるやつが目障りで仕方がありません。いっそ滅んでくれないかなとも思ってるぐらいです。こやつらに世の中の常識ってやつを教えてあげてくださいということなんですけど、めちゃくちゃキレてるやん。こちらリクエストありがとうございました。ただですよ、最近車からチャリじゃなくてチャリ側の車に対する意見も聞いて、ちょっと一個、あ、確かになって思ったことがあったんですけど、こっちもチャリ専用のサイクリングロード通りたいと、歩道と道路の間のね。ただ路中してる車のせいで通れないんだと、チャリ言う前に車側のお前ら側もどうにかせえっていうやつですね。これ全面戦争です。ということでリクエストでもあったらですね、チャリカスの迷惑行為事故事件紹介して、後半では意外と知られていないよっていうね、自転車のルールを話していきます。早速死亡事故にまでつながったやつですね。それが女子大生電気自動車死亡事故、これは重大事故でした。こちら2017年12月、電動自転車に乗っていた女子大生が77歳の女性と衝突して死亡させたというもので、この時の女子大生、左手にスマホ、右手に飲み物、その状態でハンドルを操作しながら左耳にイヤホンつけてたんですよ。とんでもねえフル役マンですよ。そんな状況で運転できるはずもなくですね、そのスマホをポッケにしまおうとしたところで女性と衝突しました。結果歩行者は亡くなって、死傷させうると自覚を書いた運転は自己本位で過失は重大として禁錮2年執行猶予4年の有罪判決が出ました。この事故ですね、学生時代なんかよくチャリに乗ってたって記憶あるんですけど、乗ってた時はそんな事故なんか起きないだろうと思っちゃうんですよね。ただこのように人の命を奪う可能性もあるっていう教訓というか、今一度自転車乗り方を見直すきっかけになったって人も多いと思います。次に2つ目、相模原暴走自転車出た。これ2022年最近ですね。相模原市の中学から高校の複数人が BMX っていうね、競技用の自転車で公道ウイリー走行する動画をインスタに上げたんですよ。これが何やってんだお前ら、危ねえだろということで炎上したんですけど、ただチャリテクを見てもらいたいということで、この炎上後もこういった行為を続けて、さらには俺たちが迷惑なことしてんのはわかるけど、直接言えねえような出すやつに言われる筋合いはね、電車番なっつって燃料を投下したんですけど、2023年4月迷惑運転をしたとして7名全員が道路交通法違反で神奈川県警によって書類送検されました。うん、ナイスですね。まだね若いんでこれに懲りてマットな人生送ってほしいんですけど。次に3つ目、愛知国道逆走男。こちら2022年の9月、愛知県の国道41号線という大きくて交通量も多い道路で自転車が逆走してくるんですよ。その自転車に対してトラックがクラクション鳴らしたら、なんかわかんないですけど自転車止めて自分どっか行くんですよ。何がしたいっていう感じなんですけど、結局このドライブレコーダーに映っていた映像から男特定されて、54歳の男が逮捕されました。その時、なんで俺が捕まんないといけないんだよって叫びながら警察署に消えていったんですけど、ちょっとシュールですよね。だから自転車の悪魔だった可能
能性ありますよね。次に4つ目、桶川ひょっこり男。これは2020年10月ですね、埼玉県桶川市の片側1車線の道路にて対向車線に自転車を飛び出させるように煽り運転を繰り返したとして、このような迷惑行為で地元からひょっこり男と呼ばれていた33歳の男が逮捕されました。しかもこの男絶賛執行猶予期間中ということで、懲役8ヶ月、罰金20万円の実刑判決。これは全国で初めて自転車に道路交通法の煽り運転というのが適用された事件の判決になりました。車の煽り運転もね結構危ないんですけど、自転車の煽り運転マジ意味わかんないですよ。何に誰を煽ってんのかっていうね。これで事故起きたら車の方が過失大きくなるとかマジ笑えませんよね。最後にこれジュエリティスか、江ノ電自転車の駅ですね。これ何回も取り上げてるんですけど、夢に出てくるぐらい好きなんですよ。何回だって取り上げますよ。こちら2021年8月、ここ2年以上前なんですけど、神奈川県藤沢市内の江ノ島電鉄線で鉄道ファンたちが塗装をやり直してピッカピカの新運転列車を撮影しようと集まっていたところ、自転車に乗りながら手を振る陽気な外国人男性に絶好のシャッターチャンスを奪われ、鉄道ファンたちがブチ切れて、どけこら金だろかなといったわけわかんない罵声を浴びせたというものですね。この時の映像が当時のツイッターで拡散されました。はい、では最後に置いといて、このように近年でも相変わらず自転車の危険運転っていうのは結構起きてるんですけど、それとは別にですね、自転車を使った凶悪事件というのもあって、これも合わせて紹介するんですけど、結構前でいくと1959年、荒川連続自転車通り魔殺傷事件というのがありました。この概要がですね、1月もう少しですね、黒いジャンパーを着て自転車に乗っていた男に8歳の女児含む10名の若い女性が追い抜き様に胸を刺され、そのうち16歳の少女が死亡したという事件。これだけ当時17歳の男が容疑者として浮上したんですけど、これが職業柄自転車をよく利用していたっていうだけの冤罪で、結局捜査も虚しく犯人の特定には至らず時効が成立、現在に至るまで野放しになっています。でもう一つ、これも通り魔なんですけど、名古屋連続通り魔殺傷事件。これは2003年の3月、愛知県名古屋市の路上にて女性が自転車に乗った何者かにバッグを奪われた挙句刃物で刺され、うち1名が死亡、その次の日にも同様の手口で1名が軽傷を負ったっていうもので、こういった女性を狙った通り魔っていうのが過去の判例とか先入観から男性の犯行だろうと、そういったイメージが強かったんですけど、その後の目撃情報から作成された犯人の似顔絵こちらです。なんと茶色のヘアバンドをつけ、目のパッチリとした顔立ちの女性だったんですよね。この半年後ですね、別の窃盗事件である女が逮捕されて、その女の家の家宅捜索で通り魔事件の動かぬ証拠である血のついた凶器や被害者の財布が見つかって、こちら殺人容疑で逮捕されました。その後の事情聴取にて、この犯人の女の両親というのが離婚していて、唯一の家族である父親が愛人を作って、月30万円の仕送り条件に一切の関わりっていうのを禁じられていたってことが判明して、その時ホステス時代に知り合った男性から月17万円の援助も受けていて、普通に生活していればお金に困ることは絶対ない状況だったんですけど、ただ楽してお金がもらってるわけなんで、浪費癖っていうんですかね、アンティークの人形とか家具にバチハマりして、それで徐々にお金がなくなって、人からの支援がないと生きていけない自分に嫌気がさしたんですね。そんな時視察隊が出てくるビデオを見て、自分も人を刺してみたいと殺人願望を持つようになったと。どうせ刺すんなら苦労知らずのお嬢様っぽい女の子がいいとか、相手が幸せな生活から不幸のどん底に落ちればすっきりするっていうね、こういった理由で一人目の女性を殺害、その犯行に手応えなく不審に思う二人目の犯行に至ったということで、この犯人の女には無期懲役の判決が下されています。はい、とここまで自転車による事故や事例紹介したんですけど、最近で言うと電動キックボードの事故多いですよね。今年の9月ですね、埼玉県のとある女性、電動キックボードに乗り10キロで歩道を走行していたところ、60代の女性に衝突、肋骨を骨折させる大怪我を負わせました。ただこれそのまま逃走して、現場付近にいた警察官に確保、自動車運転死傷処罰法違反ですね、あと道路交通法の違反で逮捕されました。他にもこれは事故とかではないんですけど、東名高速を走っていた男性がガス欠になったんですよ。で車で積んでいると電動キックボードで最寄りのサービスエリアまで行って、帰りは逆走して帰ってきたんですよ。でなんかガソリン買いたいとか何がしたかったのかよく分かってないんですけど、ちなみにあの高速道路でガス欠したら普通車の場合9000円ぐらいの罰金なんで、乗る方はくれぐれも気をつけてください。はい、ということでニュースでも結構取り上げたんですけど、こういった電動キックボードの事故、自転車の事故結構起きてます。でそもそもこれ電動キックボードって何なのかって話なんですけど、電動キックボード特殊小型原付ですね。今までは運転免許、ヘルメットの着用が必要だったんですけど、なぜか今年の7月、免許不要のヘルメットは努力義務、16歳以上であれば誰でも乗れますよってなりました。ただこれ原則車道しか走行できないんですけど、時速6キロモードっていうね、法律の穴をかいくぐったような設定に切り替えると歩道も走れます。なので走行速度によって走れる場所が違うということで、海外製品は特に注意して乗る必要があって、電動バイクとかフル電動自転車って呼ばれるものはこれに該当するんで、こういった交通ルールを把握してないと普通に捕まる危険性があります。あとはやっぱりこれ危ねえよって声が上がってて、ルーフ税ですかね。ただ結構毎日通勤で利用する人も多いみたいで、海外では結構規制が始まっていて、フランスのパリとかで禁止になってるとこあるんですよ。そういった意味では日本はちょっと遅れてるのかもしれないですね。じゃあいよいよ自転車の交通ルールなんですけど、まず交通事故の件数でいくとですね、自転車の交通事故かなり多くて、2022年では約7万件、2012年の最高件数の13万件からは年々減少傾向にあるんですけど、2021年を境にですね、また増加傾向にあります。これ年代聞いたら分かる通りですね、コロナ禍の影響で人口密度が高かった電車とかバスを使うよりも自転車がいいですよねということで人が増えたっていうのがあって、ピーク時に比べたら事故件数は減ってるんですけど、車も含めた事故件数でいくと 23% と過去20年間の最高件数になってます。どういった場面で起こりやすいかというと、やっぱ出会い頭の衝突が一番多くて、その中でも交差点内の事故っていうのが全体の約半数です。交差点で入る前に一旦停止する、これだけで事故は減ると
と思うんですけど、通い慣れた道だと普通に危機感が薄れていっちゃって普通に走行しちゃうんでしょうね。ちなみに学生さんは4月に入学してチャリ通が始まって、油断してくる6月頃に事故件数が多いっていうデータが出てるんで気をつけてください。また自動車やバイクとか自転車の過失割合というのが、ほぼ交通強者である自動車やバイクが高くなることが多くて、中には横断歩道の信号が明らかに赤でそれを無視して渡ろうとして車と接触したって場合ですね、自転車の過失が高くなるということもあるみたいなんですけど、ただ自転車も人事じゃないよということで、過去の自転車と歩行者の事故を見ていくと、死亡させたって事例を見たらほぼ1000万円以上、高いものでいくと9000万円以上の賠償金と、とんでもない額を払わないといけないってこともあります。もちろん相手が死亡してるんでね。じゃあこういった事故を起こさないためにもですね、基本的なルールなんですけど、まず歩道っていうのはこれ原則走行禁止なんですよ。っていうのも例外があるんですけど、例外1つ目道路標識で歩道通行が認められている場合、2つ目13歳未満の児童や幼児、70歳以上の高齢者の場合、3つ目道路工事や連続した駐車車両などで車道左側部分を走行困難、または著しく交通量が多く道が狭いなどのために接触事故の危険性があると認められている場合という風になっておりまして、だからやっぱ路中が多いとこは歩道でも OK ですみたいになってるんですよ。あとは送り迎えとか子供を乗せるチャリなんですけど、こういう場合だと実は OK みたいな感じで詳しく書かれてます。ただこれらの場合で歩道を走行する場合にも守らなければいけないルールがあって、必ず車道側を走りましょうとか、歩道が混んでいて歩行者の危険が及ぶ場合は自転車降りてくださいねと、こういったものを守らないと2万円以下の罰金、自転車が歩道をですね該当せずに走行した場合はですね3ヶ月以下の懲役、5万円以下の罰金と、結構シャレにならないことになります。であとめっちゃ多いんですけど、右側通行あれやめてほしいですよね。あれめっちゃ危ないですよね。逆走の自転車が一番怖いですね。でこれもさっきと同様です。あと当たり前なんですけど飲酒運転ですね。この飲酒運転ってのがアルコール濃度によって酒気帯び運転か酒酔い運転かが決まるんですけど、実はこれ自転車の場合ですね、酒気帯び運転だと罰則にはならないんですよ。確かに学生時代なんかビール片手にチャリ乗ってるおっさんいましたけど、あれは普通に酒酔い運転ですよ。ただ飲酒運転をすると5年以上の懲役または100万円以下の罰金と、結構重たい罰則になってます。あとこれ以外にも赤切符っていうのが配布されますね。その他の自転車の違反でいうと、自転車走行中のイヤホンですね。これ全国で決まった決まりっていうのはないんですけど、東京では5万円以下の罰金になります。じゃあ片耳イヤホン、骨伝導イヤホン、補聴器はどうなのかっていうね、これを詳しく知りたい方はお住まいのホームページを見てください。他にも自転車のながらスマホですね。これカスですよ。これなんかホルダーみたいなのつけてる人いますけど、あれも自転車に乗りながらスマホを操作する行為になるんで、同様に罰則対象になります。あとは2022年9月からですね、信号無視、一時不停止、右側通行、徐行せずに歩道通行、これら4項目についての違反についてはさらに取り締まりの強化が行われていて、この違反回数を3年以内に2回摘発されたものに関しては、自転車運転者講習の受講、もしくは注意カードとしてイエローカードっていうのを違反者に出してたんですけど、赤切符っていうのも配布されるようになりまして、これ配布されたら一発で自転車運転者講習行きです。ちなみに無視して受講しなかったら罰金5万円以下、もし違反で罰金を食らってた場合さらに上乗せボーナスです。これ結構自転車の違反の罰則っていうのは意外と重いんですけど、法改正でいくとヘルメットの着用、これもですね今年の5月から努力義務になっています。ただつけてなくても罰則がないんですけど、過去の自転車運転の死傷者ほとんどが頭部へのダメージです。ヘルメットを着用してないと約2倍ぐらい致死率が上がるというデータが出てます。さらに車と接触した時、ヘルメットを着用していなかったから怪我をした、もしくはヘルメットを着用していればもっと軽傷で済んだという風に、過失割合の問題で自転車側が不利に働くことも今後あるということで、だから乗るときはヘルメットしておいた方がいいということですね。ちょっと最後に自転車の雑学なんですけど、日本一多い犯罪って実は自転車の窃盗なんですよ。1日に300台ぐらい盗まれてます。さらにワーストランキングっていうのがあって、地域ですね、1位が東京都大田区蒲田5丁目ですね、207件、結構細かいんですけど、続いて2位が愛知県名古屋市中区の栄3丁目、これ134件、その次埼玉県草加市氷川町126件、この後ちょくちょくですね東京の他の地区もランクインしていて、我らが修羅の国福岡県南区ですね、1290件でした。惜しい。何が南区が一番自転車多いって印象ですもんね。はい、と今日はチャリカスによる事故や事件、自転車の交通ルール解説しました。この自転車っていうのは誰でも乗れる便利なものですけど、結構事故も起きています。細かいルールも別に教わりはしないんで、免許化するってのはやりすぎだと思うんですけど、もうちょっとどうにか勉強できる機会があればいいなと思いますね。皆さんどう思うかぜひコメント欄お願いします。というわけで今日は以上、また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、先日リスニーさんからこんなリクエストをいただいたんですよね。タックさんこんばんは。こんばんは。よく海外でバズってるニュース記事で、犯罪を犯した未成年の少年に何百年もの軽量の判決を下す動画を見かけるんですけど、なぜ海外は人間の寿命以上の懲役刑を科すことがあるのでしょうか。生涯顔面おちんちんの刑に科されてるタックさん教えてくださいということなんですけど、おれ誰が顔面終身刑じゃこれ。こちらリクエストありがとうございます。これですね、ちょくちょく話題になってるんですけど、これは10代で凶悪犯罪者になってしまった
少年たちが仮釈放なしの終身刑を言い渡された、まさにその瞬間の映像なんですけど、コメントを見てると生々しくて見てられないっていうコメントとか、逆に凶悪犯なんだから当たり前と、あとは見てて気持ちいいみたいなコメントも非常に多いんですよ。気持ちいいっていうのはまあスカッとするってことなんでしょうけど、じゃあこの DM でもいただいたように、なぜ海外は懲役300年みたいな明らかに寿命以上の懲役を課すのか、これ実際そこまで珍しいことじゃないんですよね。ただ実際よく考えたら100年も300年も死ぬまで刑務所にいないといけないっていう点では同じだから上限決めてもいいんじゃないかと、そう考える人もいると思うんですけど、ただ実はこれって全然同じじゃないんですよ。ということでちょっと前置きはこれぐらいにして、今日はですねこういった海外と日本の懲役の違いについてまとめてきました。まずちょっと皆さんにクイズ、歴史上最も年数が課せられた懲役刑、これ大体何年ぐらいだと思いますか。先に言っとくんですけど300年よりは上です。答え、懲役14万年。はい、これが現在もギネスに登録されている懲役年数の最長記録となっています。デーモン閣下が裁判した、これがですね1989年にタイですね、2億400万ドルの詐欺容疑で逮捕された犯人に言い渡された懲役の年数です。そんな言われたらまず耳を疑うと思うんですけど、でもまあさっき言ったようにですね14万年と例えば300なんて結局人間の寿命っていうのは決まってるんで同じじゃないのかって話なんですけど、ただ結論全く違うんですよ。っていうのも海外のまず懲役刑の仕組みなんですけど、多くの国では1人の犯人が犯した個々の罪の懲役を合算していくんですよ。例えば5人に怪我を負わせてそのうち1人の金品を奪ったとしたら、暴行罪 ×5 人、そして物を奪ってるんで窃盗罪 ×1、 これを足した懲役刑になるっていう国が多いんですよね。ただまあ懲役年数100年超えるでしょ。じゃあなんでこれが全く別物なのか。っていうのもどんなに極悪非道な犯罪者でも服役中の態度が優秀とかいう理由があれば減刑が認められるっていうことがあるんですよ。なので懲役100年から減刑されて懲役60年になったっていうこともあるんですよ。ただ懲役14万年だったらどんだけ態度良くて減ってっても、うわやっと懲役3万年減ったけどまだ懲役11万年残ってるみたいな。だからこれは実質あなた減刑されて保釈される可能性はもう全くないよと、そういった意味で全然別物なんですね。じゃあ次にこれが日本ではどうなのかっていうと、懲役が重なって増えていくとですね、無期懲役刑というものがあります。意味はそのまま期限なしでいつまでとは決めずに懲役を受けてくださいねというものなんですけど、似た単語で言うと海外では終身刑がありますね。ただ日本の刑事法にはこの終身刑というのは存在してなくて、ただ意味としてはほとんど同じではあるんですよ。ただ大きな違いとしては終身刑と違って無期懲役というのは仮釈放が認められるという違いがあります。ここは後ほど詳しく話すんですけど、じゃあなぜ日本はこうした違いがあるのかというと、やはり大きな理由には無期懲役の上の刑があるんですよね。それが死刑ですよね。っていうのもこの死刑制度っていうのが世界的に見ると結構稀な方で、国連加盟国のうち約7割ぐらいは死刑制度を廃止してます。じゃあこういった国で死刑に匹敵する刑は何なのかっていうと、仮釈放のない終身刑ですね。これもね世界的には結構珍しくて、イギリス、オランダ、アメリカの一部の州とかでしか見られません。あと他にも珍しい刑でいくと、アメリカでは終身刑が2つくっつくことがあるんですよ。終身刑のダブルスコアですね。で実際になったのが去年の7月、当時18歳だった少女が交際相手の男性とその男友達を車に乗せた状態で時速160キロで故意に車を壁に衝突させたんですよ。その事故後もですね普通にパーティーとかに出席して罪を償う素振り一切なかったんで、殺人、銃暴行罪、麻薬所持、こういった複数の罪で連続した2つの終身刑言い渡されました。じゃあこれ2つ重なると何の意味があるのかというと、懲役14万年とかと同じような理屈で減刑があっても実質的な終身刑にすることができるんですよ。このように特に海外では未成年であってもとんでもなく重い判決が下されることがあります。他にもですね1993年の8月、アメリカのニュース州、わずか4歳の少年デビック・ロビー君が殺害されるという事件が発生しました。犯人はですね同じくまだ少年だった13歳のエリック君だったんですよ。ただ彼は公園で遊んでいたこのデリック君を森に誘い出して首を絞めて殺害、その後服を脱がして頭に大きな岩を落とすということをしたんですよね。で翌年行われた裁判で13歳だったエリック君に対しては最低でも9年は仮釈放なしの終身刑という判決が下されました。ちなみに27年間服役した後に11回目の申請で仮釈放を認められて、去年の2月ですね43歳にして刑務所から釈放されました。あともう一人、これもかなり有名で以前紹介したと思うんですけど、殺人犯ライオネル・テイト、彼は1999年当時12歳の時にですねわずか6歳の少女ティファニー・ユーロックにプロレス技をかけて死亡させました。検視の結果3階建ての建物から落下したのと同等の損傷を受けていると、故意に死亡させているということで仮釈放の可能性がない絶対的終身刑の判決が言い渡されました。当時ですね終身刑が言い渡された史上最年少記録でした。あとは年齢問わず終身刑というかかなり長い懲役が言い渡された事例なんですけど、2009年にスペインの漁船がですね海賊2名に乗っ取られて船員36名が監禁された事件、これが船員1人当たりの監禁につき11年の刑量プラス強盗とかの罪が重なって、この海賊2名にそれぞれ懲役439年の刑が下されています。次にアメリカ、こちら2002年から2012年のおよそ10年間ですね、未成年を含む3人の女性が監禁されていたって事件で、この犯人アリエル・カストロ、仮釈放なしの終身刑と禁錮1000年が言わされました。最後3つ目、こちら2008年の事件ですね、アメリカのテキサス州、未成年の少女に対して20ヶ月にわたって暴行を40回、性的行為を3回行ったという罪で犯人のジェームズ・ポープ、終身刑40回、20年の禁錮刑3回、合わせて4600
60年の判決が予されました。担当検事が3209年の刑量を務めることでようやく仮釈放がされるという計算ですねつって、要はもうオワコンです。はい、ちなみになんですけど、日本で一番長い服役期間、これ何年だと思いますか？これが1956年強盗殺人事件を起こして無期懲役の罪が下された男、こちら名前とか記録非公開になってるんですけど、当時21歳の時にこの事件を起こして判決言わされたんですけど、仮釈放されたのが2019年、つまり61年間服役していました。で、出所した時には80歳過ぎてまして、何が何か分かんない状態だったそうです。これが今のところ日本の服役の最長記録ですね。犯人の取材内容をまとめた日本一長く服役した男っていう本があったりします。じゃあなぜですね、日本は仮釈放なしの終身刑ないのか、ただ厳密な理由が分かってるわけではないんですけど、やはり理由の一つとして無期懲役で実質的な終身刑にすることも可能だからと言われています。例えば無期懲役の受刑者に対して最低でも30年ぐらいは仮釈放できませんよっていう風に決められてて、これは有期懲役の上限が30年なんですよ。ただ特別無期刑っていうのがあるんですよ。これが下った場合、刑の確定から最短50年経たないと仮釈放が原則認められない。なので最低でも50年なんで、今の法律でもうまく運用していけば実質的な終身刑にすることが可能なんですね。で、まあ2つ目の理由としては死刑制度があるから、死刑制度がない国が終身刑にするところを終身刑よりも死刑にするということができるんですね。ただ実際今日本でも死刑を廃止にして終身刑導入しましょうよという案が出てるということ、皆さんご存知ですか？こちら日本弁護士連合会ですね、2002年頃からたびたび推し進めようとしている案で、現在国会でも議論されてるってわけではないですけど、じゃあなんでこの案が今注目を集めてるのか。一つは世論の関係ですね。2019年に内閣府が行った死刑制度の賛否を問うっていう世論調査で、死刑もやむを得ないと回答した人が約 80% っていうのも圧倒的に死刑賛成派が多いように見えるんですけど、その内訳がですね、状況が変われば将来的に廃止してもいいんじゃないかっていうのが約 40%、 終身刑があれば死刑を廃止する方がいいっていうのが約 35% と、まあ、こういった数字になったんですよ。あとはやはり冤罪の可能性ですね。終身刑が設けられれば冤罪で死刑になることが回避できて、再審請求とかで無罪になる可能性もあるんじゃないかと、そういった主張があるんですね。ただやはり死刑を廃止することになっても、そのことによって凶悪な犯罪が増えるとか、まあ、あとは被害者のことを考えると、果たして終身刑というのが妥当な判決なのか。やはりそうなると、そのご飯とかは税金から出てる面もあるんで、コスト面とかやはり課題が山積みでもあるんですよね。ただ死刑がもたらす犯罪の抑止効果っていうのは証明されていないという意見もあるんですよね。死をもって償うということが本当に償ってるのかと、っていうのもやはり無敵の人っていう事件もたびたび発生してますよね。こういった非常に難しい問題ではあります。なのでぜひですね、皆さんの意見を最後にお聞かせください。死刑を廃止して終身刑を導入する案ですね、こちら賛成か反対か、今日の動画の感想と一緒にコメント欄までお願いします。というわけで今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。こんなリクエストです。タックさんこんばんは。こんばんは。私はタックさんのチャンネルで事件系の動画を見るのが好きで、それきっかけでネットで事件を漁って勉強するのが趣味です。こんな悪趣味はタックさんにしか言えないです。てんてんてん。そして先日異様な見出しの事件を目にしました。それが犯罪史上最も可愛い殺人鬼と書かれてる事件の記事です。小学生女児が同級生の女の子を学校内で殺害したという事件です。いろんな事件を見てきましたが、さすがにゾッとしたので、この事件動画にして解説してください。お願いしますということで、こちらリクエストありがとうございます。はい、こちらの犯罪史上最も可愛い殺人鬼と言われた事件、正式名称は佐世保小6女児同級生殺害事件です。この言葉の通り、犯行の異常性とか加害者の見た目などがネット上で話題を呼んだというちょっと異質な事件なんですけど、こちら紹介します。こちら時は2004年6月1日、長崎県佐世保市の私立大久保小学校にて、当時12歳であった小学6年生の女児が被害者 A さんの首をカッターナイフで切りつけて殺害するという事件が発生しました。この事件のポイントとしては、加害者そして被害者ともに同級生であったという点と、ネット上では可愛すぎる殺人鬼として有名になったこの2つなんですけど、当時の加害者の顔写真というのが端正な顔立ちをしていたこと、そしてこの加害者の着ていた服にネバダというロゴの入った服を着ていたんですけど、それを着用している加害者の写真というのが出回って、このことからネット上ではネバダタンとか呼ぶ人が出てきて話題になったんですね。というのもですね、まあ、当時ネット掲示板も全盛期っていうのもあって、こういったちょっと変わった事件というのを茶化すような書き込みであったりとか、そういったものが多かった時代でもあるんですね。まず一旦事件の概要なんですけど、加害者と A さん、この二人は同じ学校に通う同級生でした。日常的に顔を合わせて遊んだりとか、他の友人たちも交えて交換日記をするくらいまで仲がいい関係だったんですね。さらにこの二人はネット上でも交流というのをしていて、チャットでのやり取りのほか、それぞれが運営しているサイトっていうのがあったんですけど、ブログみたいな感じですね。その掲示板に仲の良さが伺える書き込みを当時行っていたんですね。加えて二人はですね、お互いのサイトにログインするためのパスワードっていうのを教え合っていたことも判明してます。これを聞くと非常に良好な関係を築いていたってことがわかりますよね。ただある日ですね、 A さんがこの後の加害者と会った時に、この
加害者が A さんの背中にトンって乗ったんですよね。その時に重いって一言言ったんですよ。ただこの時も加害者失礼しちゃうって返して、ごくごく日常の会話というか小学生ではよくあるような光景だったんですけど、ただこの会話以降ですね、これまで良好であったこの二人の関係性というのが悪化していくことになります。まず A さんが自身のサイトの掲示板に、彼女の日頃の言動はぶりっ子のようだというような内容の書き込みしたんですね。先ほども話したように二人はお互いのサイトのパスワードというのを共有していたんで、この A さんが何か書いては消して、何か書いては消してみたいな、そういったやり取りが始まるんですね。で A さんはこの消された件についても、嵐にあったんだ、まあ大体誰がやってるか分かるけどみたいなことをネット上に書きます。でこっから A さんのサイトに再度ログインした加害者、 A さんが使っていたアバターを初期化したりとか、まあ、カボチャに変更するといった迷惑行為みたいなことをするんですね。まあでもただやることとしては可愛いもんですよね。ただこっから2人の関係をさらに悪化させる事態が発生します。それが当時から行っていた交換日記です。まず加害者、自分の書いた交換日記の最後に NEXT 誰々と表記していたんですよ。この誰々の部分には、次に交換日記を手渡す相手の名前が入るんですけど、この表記、交換日記をやってる人たちもみんな自然と NEXT 誰々って書いていたんですけど、加害者はそれに対してあんまりよく思ってなかったんですよ。なので A さんを含む友人たちに、私のこの NEXT 誰々っていうのみんな真似してるけど真似しないでほしいっていう風に言ったんですよ。で友人たちは、あ、分かったっていう風に従うんですけど、それに対して A さんは、いや別に真似しても良くないかっていう形で反論するんですね。ここからまた2人の関係性が険悪なものになっていたと言います。本当こんなちっちゃいことだったんですけど、日を追うごとにですね、 A さんに対する憎悪っていうのはふつふつと湧き上がっていって、結果 A さんを殺害したいと心の底から考え始めるようになったと言います。で最後に A さんが書いた交換日記を抜けたいっていうメモをですね、加害者が見た当日の午後に犯行が行われました。いつも通り学校の4時間目の授業が終了して、同級生たちが慌ただしく給食の準備をしているタイミングを見計らって、加害者は A さんにですね、ちょっとおいでと声をかけて、教室から少し離れた無人の学習ルームに呼び出します。二人きりになると外部から見られないようにカーテンを閉めて、 A さんに対して椅子に座るように指示をしました。それから A さんの両目を手で覆い隠し、その後すぐ所持していたカッターナイフで容赦なく A さんの首を何度も切りつけたんですね。 A さんは驚いて慌てて立ち上がって、左手で首をかばいながら抵抗したんですけど、かなり深い傷を負って大量に出血してその場に倒れ込みます。この時大量の返り血を浴びた加害者なんですが、そこでも非常に冷静で、約15分間にわたって自分の手についた血をハンカチで拭き取りながら、 A さんが息絶えるのを確かめるために顔を覗き込んだりとか体を触ったりしています。一方教室の方では給食の配膳が終わるんですね。そして食事を始めようとしたんですが、ここで担任教師はこの加害者と A さんが教室にいないことに気がつくんですね。その時廊下から足音が聞こえます。それは教室の入り口付近で大量の血液が付着したカッターナイフとハンカチを握っている加害者だったんですね。これを見た担任はカッターナイフを取り上げ、何があったのかというのを問いただします。この時加害者は、私の血じゃないです、私じゃないって言って、自分は怪我をしてないですよっていうことだけを言って、犯行現場となった学習ルームを指さすんですね。担任は学習ルームに向かいます。そこには机の上に置かれた A さんのメガネ、入り口付近で落ちている折れたカッターナイフの刃、壁に点々と付着している血液のほか、血まみれに倒れている A さん、その左手の甲には抵抗した時についた骨が見えるほどの深い傷も見られたと言います。すぐに担任は A さんの止血を試みて、で教頭も直接事件現場に来て、状況を把握してから119番通報、被害者の父親にも連絡しました。そして数分後に救急隊っていうのは到着したんですけど、病院に搬送することが極めて難しいと判断して、すぐに佐世保警察署に連絡したんですね。っていうのもこの時の A さんというのはもう大量に血を失っていた上に、首には長さ深さともに10センチ程度の傷を負っていたんですね。女子小学生の平均的な首の太さっていうのが24センチから28センチ程度だったので、10センチの傷っていうのがどれほど深いものか分かりますよね。こうした状況から救急隊員はいかなる治療を施したとしても A さんは助からないと考えて警察に連絡するんですね。実際に A さんは間もなく出血されるで命を落としています。こうした騒動の中、加害者は何をやっていたのか、それが友達の前で、私どうなっちゃうのかなっていうふうに不安そうにつぶやいていたんですね。なのでこのすごい落ち着いた様子から、教師はですね、この時点では彼女が実行犯であることっていうのが分からなかったんですね。優しくなだめた後、学校の玄関脇の水道とか1階の保健室で手足の血液を流して、血まみれになった服の着替えとかの手伝いをしていたんですよ。ただ救急隊員がすぐ何があったかを聞いた際にですね、まるで人が変わったかのように、私がカッターで切りましたというふうに犯行を自供したんですね。その日の夜には警察によってこの騒動は殺人事件だと発表されます。この衝撃的な事件なんですけど、2018年にこの出来事から着想を得たサニーという映画まで公開されました。この事件が報道されると、序盤に話した通りですね、ネバタタンという愛称で呼ばれて、さらに加害者を美化するようなイラストっていうのも複数投稿される事態にも発展して、まあもちろんこの時のネットっていうのも問題されてたので、何でもかんでもこういう風にロマンチックに美化してしまったりとか、茶化すのが恐ろしいといったネットリテラシーを批判する意見も多く見られたんですね。でこの加害者のその後なんですけど、少年鑑別所へ送致された後、同年の6月9日には付き添い人というのが記者会見を開いて、運営していたサイトの説明とか行って、この事件の全貌が明らかになったんですね。この後についても、社会復帰したとか名前を変えてるとかね、まあいろいろ言われてるんですけど、この真相というのは不明です。この仲の良かった小学生のジョジが引き起こした猟奇的な事件だったんですけど、同じようにこの佐世保っていう場所では未成年
県が同級生殺害したっていう悲惨な事件もあって、それが佐世保女子高校生殺害事件、これが2014年の7月ですね。当時高校1年生だった少女が自宅マンション内で自分の友人かつクラスメートの女性の後頭部を鈍器で何度も殴った後、リードで首を絞めて殺害するという事件が起きました。この2人の間にトラブルはなかったとされてるんですけど、刃物を使ってこの友人の首と左手首っていうのを切断していて、犯行の動機を聞かれた時に人を殺して解体してみたかったと、体の中を見てみたかったというのを答えてるんですね。その後少年審判にかけられた際、自閉症スペクトラム障害というふうに診断されてます。犯行当時は15歳だったということで、第3種の少年院へ送致されることが決定しました。これは心身に著しい障害があると判断された12歳以上26歳未満のものを収容するという施設のことです。この2つ過去に起きた事件なんですけど、やはりいずれも少年法というもので裁かれることになります。ただ最近これちょっと変わりましたよね。もともと少年法が適用されていた時っていうのは、今も適用されてないわけではないんですけど、14歳に満たない男女の法に触れる行為っていうのは基本的に罰しないとされて、ただ14歳未満であっても必要と認める場合に限り、概ね12歳以上を基準として少年院に送致することがあります。また法を犯した14歳以上の子供は性別を問わずに犯罪少年として刑事処分の対象になります。罪の隠蔽とか逃走を図ったりした場合は成人と同様に逮捕されるんですね。なので殺人事件を起こした場合っていうのが警察官に送致されて、看護措置っていうのが決定した場合は大抵は少年鑑別所っていうのに送致されます。さらにですね、16歳以上の子供は少年刑務所、16歳未満の子供は16歳になるまで少年院で刑の執行を受けることになるんですけど、ただまあいずれにしてもですね、未成年者の場合は犯罪の背景とか追い出しとかを考慮して罰を与えるのか更生の機会を与えるのか、どちらにするのかっていうのを慎重に判断することになります。で最近ですね、この特定少年の改正っていうのでどう変わったかっていうと、18歳とか19歳の犯罪者を特定少年と位置づけることが決まって、これによって殺人とか傷害致死とか故意に人を死亡させたもの以外にもですね、強盗とか放火であっても20歳以上の男女と同等に裁判を受けさせることができるようになったんですね。ちなみに20歳未満の犯罪者について、かつては更生を図るために原則として実名報道というのはなかったんですけど、この特定少年という位置づけによって今後は18歳と19歳の犯罪者の実名報道が行われる機会も増えるとされています。甲府の放火殺人の犯人は実名報道されましたよね。これは以前動画でも紹介したんですけど、2021年山梨県の甲府市に住む夫婦を殺害してその自宅を放火した罪っていうので当時19歳の男逮捕されたんですけど、男の実名は公表されました。これが抑止になるのかっていうのはまだ不明です。ただ今回紹介した事件ですね、小学生が殺意を感じるっていうのはやはり自分の小学生の時を想像しても考えられないものではあります。その背景にはやはり家庭であったりとか、その子の環境であったりとか、いろんな要因があったと思います。これから18歳の誕生日を迎える方、来年高校卒業する方々、卒業してから自由になることが多い分ですね、もちろん責任というものも同時についていきます。さらに犯罪っていうのは身近に潜んでいますし、いつ自分が加害者になってしまうのか被害者になるのかっていうのも想像はできても予測っていうのはできません。だからこそね、普段から危険なところには行かない、つるまない、流されないっていうのを意識して生活してもらえればなと思います。はい、ということで今日は以上です。ぜひ皆さんのこの事件に関する感想、コメント欄までお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。